ん？なんだ？人か？はい。あれは。あ、ミスターサタン。なんであいつだけ生き残ってんの？しぶといやつだな。ほっとこほっとこ。いや、一緒に連れて行ってやろう。俺は神の神殿から見ていた。ああ見えても根は善人なんだ。あいつはあいつなりに地球を救おうとしていた。デンデ、よく逃げ延びたな。でかしたぞ。ポポさんが僕をすぐに下界へ放り投げてくれたんです。さすがミスターポポ、素晴らしい判断だったぞ。おい、何者だあの顔色の悪いガキは。ほら、ガキとはなんだ。神様だぞ、神様。え、なんだって。妙だな。一体何を企んでるんだ。おいチビたち、俺はお前たちと戦いたい。え、なんだと。勘違いするな。貴様の相手はこの俺だ。まずチビたちと決着をつけるんだ。その後お前と戦ってやる。なんでだ。なんでそんな回りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち、俺とやるのが怖いのか。なんだと。僕たちが怖がってる。今度こそやってやろうぜトランクス君。当たり前だぜ。待て、何か変だぞ。おかしいとは思わんか。なんで？ミュージャンハジャジャーン。またまたやってきたぜ。正義の死神スーパーゴテンクスだ。あのチビのパワーとピッコロというやつの頭さえ足せば。どうかな、ごはんくん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ。二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。遥か遠くにお前の存在を感じた時からこの作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね。次の機会を待ったんだ。再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。くっ、そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったらこの俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。ふっふっふ、何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。
前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると、それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。俺をぶっ殺してやるって。勝負を急がせてもらうぞ。吸収したスーパーゴテンクスとやらは変身時間がかなり限られているようなんでね。貴様にしては冷静な判断だ。父さんも吸収したのは正解だったようだな。無理だと悟ったか。じゃとてもかなわないと。あまり。ボロボロだな。もう飽きてきた。そろそろフィニッシュを決めるか。ダメだ、これじゃやられちまう。こりゃ計算違いじゃったの。しゃあない、孫悟空、お前手伝いに行ってやれ。え？いや、オラも。そうです、ご先祖様。実は孫悟空はもう二度と現世には行けないのです。んなことは知っとるわい。代わりにわしの命をくれてやるんじゃ。それでお前は生き返れる。大海王神様の命をオラに？いけません。だったら全宇宙はもうおしまいじゃ。ではせめてこの私の命を。私もそれくらいは役に立ちたい。無理せんでいい。お前はまだ若い。わしはどうせあと千年ぐらいしか生きられんじゃろから。じいちゃん。ではさらばじゃ。すまねえ。この命絶対無駄にはしねえぞ。よし、早く行け。ほれほれ、わしの死を無駄にする気か。じゃ、行ってきます。おっと、待った、渡すもんがあった。ホタラじゃ、後で片方を左耳につけろ。これつけっと強くなれんか。もう片方はご飯の右耳につけさせるんじゃ。たったそれだけでお前たちは合体できる。え？本当？当たり前じゃ。しかも効果はフュージョン以上。これが昔からの海王神のとっておきの宝だったんじゃから。知りませんでした。本当に近頃の若いやつはしょうがないな。
ほれ、ちょっと試してみ。お前とキビトで自分のポタラを使って。やあ！あ！おお！すごいパワーですよ！これなら私も戦いますよ。お調子に乗るんじゃない。もともとが大したことないんじゃ、まともに戦いっこないじゃろ。ああ。こいつ確かにすんげえよ、じいちゃん。で、合体していられる時間どれくれなんだ。ポタラにそんな弱点はないわい。永遠にじゃ。もう二度と戻るようなことはない。え、ま、保証できんがな。めいったな。ずっとご飯と合体したままか。しょうがねえか。ブツブツ言っとらんでさっさと行け。死んでしまうぞご飯が。はい。じゃ、行ってきます。いろいろありがとうございました。何もかも消えてしまえ！お父さん、なぜ下界に？ご飯、これは？え？あ？い、ひ、拾え、早く！そいつを右の耳につけんだ！オラと合体してブーを倒すんだ。なんだと？合体？あった。これどうするんでしたっけ。させるものか。これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。ご飯との合体が。さあどうする。お前が合体したがっていた孫悟飯は私がいただいた。もうお前が合体するものなどどこにもおらんぞ。来たぞ。何人も何人も吸収しやがって。くそーく。この木は、まさか。どうした、もう諦めたか。ならとっとと死ねい。瞬間移動か。送るのはここまでじゃ。せっかく閻魔大王の計らいで肉体を戻してもらって一日だけ戻れたというに、あんなのが相手では。ふん、気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。ベジータ、やっぱそうだった。カカロット。ベジータ、黙ってこいつを右の耳につけてオラと合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかと。これしかねえんだよ、魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえな。終わっちまうんだぞ何もかも。
気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか。みんな部に食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろみんなのことを。よこせ、早く。見つけたぞ。ジータ、玉がこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろこれで。サンキュー、ベジータ。何が起きた。よっしゃ。最強ライバルの共闘、吸収進化する魔人ブーを倒せ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにこいつがスーパーベジット。おお、大したもんだな。来いよ。意気がるなよ。本気でやってほしいな。さまなに。よっしゃ。どうだ。本気でやってこのか。余裕か。余裕だぜ。この程度か。本気でやってこのざまだったかな。どうだ。どうした。みっともないぜ。本気でやってそのざまか。まだまだこれからだぞ。
もっと本気を出させてほしいもんだな。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。1 2 3 4。ぐー、何やってるんだ、早く気づけ。ここまで追い詰められたら、することはたった一つしかないだろう。こうなったらあいつを吸収するしか。だが、どうやって。そうだ、さっきあいつにちぎられたあれを使って。7 8。やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。9。さて、果たしてうまくいくか。10。よし、バリアー。はあ、やったやったぞ。なんてことだ。吸収されてしまった。終わった。いや、わからんぞ。ちょっと変だとは思わんか。やつはこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。じゃが今回は変わっていない。どういうことですか。もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。無敵となった記念に消してやるぞ、こんな星。ブーの様子が変ですよ。やはりそうじゃ。あやつは吸収された仲間を救いに行ったんじゃ。なんだ、何、これは、まさか。いた。隠れろ。姿が元に戻っている。一体。やった、みんな元に戻ったぞ。とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。よし、すぐにブーのところに戻るぞ。
よし、とりあえず。が、ごぼう。ベジータ、これ木が増えてるんじゃねえか？ぐっ、ぐー、ぐわーっ、ぐっ、ぐーっ。そんな、まさか戻ってる。どういうことじゃ。ビビディの作り出した魔人ブーは邪悪そのもので、ビビディ本人の手にも負えない失敗作だったのですが、温和な大海王神様を吸収することでなんとかコントロールできるようになったのです。ということはじゃ、今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと。はい、吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。うぎゃぎゃおわー、なんだあれ。いきなり地球をぶっ飛ばそうとしやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな、俺たちと戦ってからにしたらどうだ。ギッ、あんなの跳ね返せねえぞ。ベジータこっちだ、みんなと瞬間移動する。はっ、捕まれ。ダメだ、間に合わねえ。こんな一瞬じゃ瞬間移動できねえ。おい、よかった、間に合ったか。オラたちは間に合ったか。地球やご飯たちは。カカロット、貴様なんでこんな奴らを先に助けやがった。あの、地球は消えてしもうたよ。コッパみじんじゃ。地球が消えたって。何を言ってるんだ。あるじゃないか、ここに。あ、そうか、やっとわかった。こいつは夢なんだ。そうだ、夢だよ、夢。カカロット、貴様はあんなバカの代わりにせっかく助けた仲間を見殺しにしやがったんだぞ。もう地球も死んだ連中も二度と戻れない。頼みの綱のドラゴンボールも地球と共に消えてしまったんだ。何？ドラゴンボール？なんで地球にドラゴンボールがあったんじゃ？あれは真面目なナメック星人だけに許されたいわば反則技みたいなもんじゃぞ。そうだ、僕の故郷のナメック星に行けば新しい最長老様がきっとまたドラゴンボールを作ってると思いますよ。戻れますよ、地球もブーに殺されたみんなも。ナメック星ですか。私なら
この海王深海と下界の星々との間を瞬間移動ならできますよ。いざ、やった。あっ、ご覧なさい、粉々になった魔人ブーが元に戻りますよ。おい、お前のポタラを悟空たちにやるんじゃ。もう一度合体すればあんなの楽勝じゃろ。あ、はい。いや、そいつはもういいよ。え？やっぱそいつはさ、オラたち向きじゃねえんだ。自分一人の力だけで戦えてんだ。あいつももう合体してねえんだし。よく言ったな、カカロット。それこそがサイヤ人だ。なんであいつがここへ。あの野郎、さっきの瞬間移動を見て、あんな一瞬で技は真似やがったな。まあいい、どっちにしてもやるんだ。ここで終わらせてやる。頼む、みんなを連れてどっかの星へ行っててくれ。え、はい。くそ、しょうがない奴らじゃ。この海王深海は滅多なことでは壊れません。思いっきりやれ。頑張って。あ、しまった。あのサタンとかいう人間を忘れてきてしまいました。構わん、ほっとけ。よし、どっちから行く。決めようぜ。じゃんけんポン。よっしゃー、イエーイ。この目で見せてもらうぞ、スーパーサイヤ人3というのを。ああ、行くぞブー。ん、あ、寝てやがる。やろう、なめやがって。いよいよ始まった全宇宙の命運をかけた最後の戦いだ。行くぜ。よっ。
なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守るべきものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。だがカカロット、お前は違った。勝つために戦うんじゃない、絶対負けないために、限界を極め続けるために戦うんだ。だから
相手の命を絶つことにはこだわりはしない。お前はついにこの俺を殺すことはしなかった。頭に来るぜ、戦いが大好きな優しいサイヤ人なんてよ。バキャロー、こっちは本場のカメハメハだ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。チキショウ、あの野郎体力を減らしやがらねえ。カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。ああ、ただなかなかチャンスがねえんだ。1分間ぐらい気をためねえとブーには勝てねえ。1分間だな。1分間俺がなんとか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。1分かかるんだぞ。だったら早くしろ。わかった。切り札はみんなの元気玉、孫悟空最後の一撃。いいか、おめえは今死んでる状態だ。もう一度死んだらどうなるのか知ってるか。言っちまうんだ、この世からもあの世からもおめえは存在しなくなる。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。よし行くか。たお、ブーは消せねえ。ブー、黙って見てたらいい気になりおって、この全世界格闘技チャンピオンのミスターサタン様が成敗してくれる。決まった、夢なのが惜しいぐらい激しく決まった。やっぱし夢でも怖い。どうしたことじゃ、こいつは。あの太っちょの魔人ブーはミスターサタンと仲が良かった。そのブーが体の中にいたから拒否反応でサタンを攻撃できなかったのです。それでそいつを体外に吐き出したわけか。まあでもサタンとやらがやられても特に影響はないけど。そうですね。Yeah!
前嫌いだ。サタンいじめるな。ブーしゃあ。カカロット今のうちだぞ。まだか。まだ気はたまらんのか。そんな。バカ野郎。貴様気をためるどころか普通に戻っちまいやがって。ちくしょう。死んでた時は全然へっちゃらだったのに。やっぱ新生身でスーパーサイヤ人3になるとやたら気を食っちまうらしい。まいったな。さすがにまいった。海王神たち、デンデ、あの玉でこの状況を見てやがるんだろう。聞こえるか、この俺の声が。聞こえたら返事をしやがれ。え、ああ聞こえとるが。よし、じゃあ今すぐ復活したナメック星に行ってドラゴンボールをかき集めてこい。あの一体どう。ガタガタ言わずにさっさとしろ。間に合わなくなるぞ。わかりました。ベジータどうすんだよ。まだ早いぜ、ドラゴンボールを使うわ。カカロット、貴様今まで何度地球を救った。なんだよ急に。サナ、何度ぐらいだったかな。たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。デンデ、待っておったぞ。え、これはこれは、海王神様もようこそいらっしゃいました。みんな、事情はすべてわかっております。さ、急ぎましょう。ありがとう。ベジータさん、ドラゴンボールはもう7個全部集まってます。そうか。早速ナメック星のポルンガを呼び出してくれ。叶えてほしい願いは2つ。まず破壊された地球を元通りに戻してほしいこと。次に、あの天下一武道会のあった日から死んだもの全てを、極悪人を除いて生き返らせてほしいこと。この2つだ。今すぐですか。あの3つ目の願いは。さっきの2つ以外はどうでもいい。今すぐだ。ベジータ、2つ目の願いさ、ブーに殺されたやつを生き返らせてくれって言った方が分かりやすいんじゃねえか。バカめ、バビディやダーブラとかまで生き返ってしまうぞ。それに、それでは武道会場で俺に殺された連中は生き返れない。おめえ、結構考えてんだな。ダメだ。このポルンガの願いで生き返られるのはたった一人だけでした。その心配は無用じゃ。フリーザのことがあってから、私はポルンガの願いをパワーアップさせておいた。それじゃあ、何人でも？大丈夫だそうです。よかった。さあ、始めてくれ。タッカラプトポッポルンガプピリットパロー。
さあ、願いを言うがいい。どんな願いも三つだけ叶えてやろう。タッカラプト、ポッポルンガ、プピリットパロ。遠い星、地球が破壊され消されてしまいました。元に戻してください。オッケー、お安い御用だ。一つ目の願いは叶えた。やった。さあ次だ。二つ目の願いを言うがいい。どう言ったらいいかな。ピッポターラ、サリモンポッポ、トッテラッポ。魔導士バビディが地球にやってきた日から死んでしまった人たちを生き返らせてください。うんと悪いやつを除いて。わかった。だが少し待ってくれ。数が多いので大変だ。はい。まだかデンデ、まだ願いは叶わんのか。うるさいの、そうギャーギャーわめくな。ポルンガも苦労しとるんじゃ。お、待たせたな。二つ目の願いは叶えられた。みんな生き返りましたよ、ベジータさん。お、ベジータの頭の上も取れた。生き切ったんだ。よかったな。おめえ極悪人じゃねえって思われてっぞ。あら?あれって、ブーに殺されなかったっけ?あれ?何がどうなっちゃったんだろう。なんだ、わかったぞ。ご飯やゴテンクスを生き切らせて戦ってもらおうってんだ。違う。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意だ。元気玉?元気玉だって?そりゃ無理だよ。ブーが相手じゃ、いくらちょっとずつ元気を地球人みんなから集めたって。言っただろ、たまには地球の奴らにも責任を取らせろと。少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。おい、海王神聞いてるか。地球の連中全員に話がしたい。なんとかしてくれ。そいつはわしに任せろ。得意技じゃ。誰だ。この声は海王様だろ。当たりじゃ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙中にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。俺はあるところからお前たちに話しかけている。お前たちは魔人ブーに殺されたが、ある不思議な力で生き返らせてもらった。町や家、すべて元通りのはずだ。だが、こいつは決して夢なんかじゃないぞ。今、あるところでお前たちに代わって魔人ブーと戦っている戦士がいる。だが、正直言って情勢はかなり悪いと言える。そこでお前たちの力を借りたい。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めてブーを倒すんだ。かなり疲れるが、思いっきり走った後と同じようなもんだ。
さあやれ、手を挙げろ。よし、カカロット、始めろ。あ、ここでお前たちの力を借りたい。手を空に向けて挙げろ。お前たちの力を集めてブーを倒すんだ。かなり疲れるが、思いっきり走った後と同じようなもんだ。さあやれ、手を挙げろ。よし、カカロット、始めろ。あ、可能な限り分けてくれ、頼む。そうか、元気玉だ。分かったよ、パパ。ベジータめ、らしくない真似をしやがるぜ。ソラ、持ってけ持ってけ。え、あ、うお、来た来た、いきなりでっけえぞ。こいつはご飯たちの木だ。だがまだ完全じゃない。なぜだ。みんな気をつけろ。本当に力を吸い取られるらしいぞ。苦しそうだぞ、騙されるなよ。誰がこんな怪しい声の言うことなんか聞くかよ。こいつバビディとかいうやつじゃないのか。ちくしょうめ、どいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらない。おい、なんでこんな声が聞こえるんだ。あ、ブー。くそ、まずいぞ。デブの方はもう死にかけだ。ちくしょう、何しやがる。やめろ、この。くそったれめ、気づかれた。カカロット、俺がなんとか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。急げ、カカロット。時間を稼ぐったって。今の声は。うん、今やっと声の主たちの正体が分かった。あの孫悟空たちだ。彼たちが戦ってくれておる。魔人ブーと。さあウパ、手を天にかざせ。なるほど、そういうことか。ふん、久しぶりに聞いたな、あいつの声も。孫悟空だ、スノ。そうよ、絶対そうだわ。ダメだ、ちょっと増えただけだ。なんでだ、なんでみんな分かってくれないんだよ。早くしてくれ、みんな。もう宇宙もどうなってもいいのか、バカ野郎。なんだと、バカ野郎だと。人に頼むのにでかい態度だぜ。あんなの無視無視。もしかしたら魔人ブーのことも
全部本当はなかったんじゃないか。そうか、集団で催眠術にかけられてたのかも。貴様らいい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターサタン様の頼みも危険というのか。え、サタン？どういうことなの？サタンだ、ミスターサタンだ。もしかしてブーと戦ってるってミスターサタンだったんですか？そうだ。俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸さんか。まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんと奴ら信用せんからな。まずあのブーを倒すことが先決だからな。さっさと片付けちまえ。
じゃねえかサタン。おめえは本当に世界の救世主かもな。つもりだ。最後の願いは必要ないのか。そうだ、フォルンガさん、悟空って人の体力を元に戻してあげることってできる？可能だ。よかった、すぐにお願いします。プピリッとパロー。もうダメだ。悟空さん、三つ目の願いで悟空さんの気が元に戻ったでしょ。ドラゴンバレー！あー！おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変われよ。一対一で勝負して。待ってかんな。俺ももっともっと腕上げて。またな。お母さん、カカロット、父さん、ショーン、いけやれやれ、手間取りやがって。チッ、嬉しそうな顔しやがって。ほんとムカつく野郎だ。
まだ生きている。頼む、直してやってくれ。直せるんだろう、不思議なパワーで。ふざけるな、冗談じゃない。どけ、この俺がとどめを刺してやる。やめろ、やめてくれ。こいつはそんなに悪いやつじゃないんだ。頼むよ、お願いします。私が責任持って我が家で保護するから。保護だと？笑わせるな。貴様の力で一体何ができると言うんだ。ブーを直してやってくれ。でんで、なんだと？貴様正気か。まあ、いいじゃねえかベジータ、この二人がいなきゃ俺たちみんなやられてたぜ。だろ？勝手にしろ、どうなっても知らんぞ。ありがとう、本当にありがとう。さあ、ブーを元気にしたら一緒に地球に帰ろう。思いっきし食ってたっぷり寝てや。こうしてついに悟空たちは地球へと帰ってきた。7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝、ドラゴンボール。それをめぐる孫悟空とたくさんの仲間たちの摩訶不思議な冒険はまだ続いていく。これからもいろんなトラブルが待ち受けているに違いない。でもきっとまた乗り越えていくことだろう。大丈夫、地球にはすごい奴らがいるのだから。